明日の影。何か用か。ブルーボーイルゴスと話がしたい。聞いたか、ルゴスと話したいだと。その次はフラヤと寝たいか。ルゴスと約束している。案内してくれ。そうか、こっちだ。なんだ、何があった。ここにいろ、心配はない。最後に大陸のやつを乗せたのはいつだと思う？知らん。ペレンの捕虜をナザイルの奴隷市場まで運んだ時だ。さあ、何しに来たか話してみろ。お前の父親がウィッチャーを援軍に起こした。あいつに借りがあってな。余計なお世話だ。手助けはいらんとあれだけ言ったのに。それはどうだろうな。だが夢の洞窟はかなり危険な場所のはずだ。死ぬほど危険だ。だからこそ俺が行くんだ。まあいい、連れて行ってやる。出ないと親父に怒られるしな。よし、出発するぞ。では行こう。遠いのか。いや、石を投げたら届く。出発するぞ。伝説が本当かどうかもうすぐ分かる。デラルト、乗組員の戦士たちを紹介しよう。ヨラルフは知ってるな。別名ウルバリン。よう。こっちはウーブ・ジャバ城だ。なぜ喋らないんだ。舌がないんだ。なぜだ。凍った剣でも舐めたか。違う。よってブラン王に悪態をついたので自らの舌を抜いたんだ。喋れなくはなったが誇りは守った。スケリッジは変わってるな。出発前に洞窟のことを教えてくれないか。中にどんな怪物がいるか知っておきたい。わかるのはお前だけだ。夢の洞窟には自分が最も恐れるものが具現化して現れるらしい。夢に見た恐ろしさのあまり飛び起きるような過去のまたは未来の何かだ。ウィッチャーが怖がるのも想像つかんな。まあ話はここまでだな。剣を持て、行くぞ。ネッカーが怖いと思ったことは一度もないが。始まりに過ぎ、本当の試練は洞窟の奥で待っている。ネッカーは何と呼ぶの。さあな。ニルフガードバーン。ニルフガードのガキという意味だ。黒くて臆病で。トーテム、ここが例の場所だ。よし、薬草を食うぞ。何のためだ。この先へ、悪夢の待つ場所に進むためだ。伝説にはそうしろと記されている。それは何の薬草だ。なんだっけな。毒人参、ケシ、ナスカの毒草、あとヒヨコじゃなくてヒヨスだ。すごいな、一度にそんなにか。分かった、それをくれ。ほら、ウーブ、ヨラルフ、食え。一枚も残すなよ。何も変わりないな。お前はどうだ、ウーブ。喋れない奴に物を尋ねるとはな。ほら、行くぞ。恐怖とご対面だ。
見たか、ナガスクジラだ、空の上に。ちょっと大きいな、シロナガスクジラだ。シロナガスクジラ、口の形が違うだろう。薬草で頭が鈍ってるのか。ブラ、そんなバカな。戦い疲れたようだな。ここに座れ。蜂蜜酒を飲みながら冒険の話を聞かせてくれ。光栄です陛下。我々はお前と酒を飲むのも、お前を陛下と呼ぶのも断る。おいぼれめ、足腰が立つうちにその玉座を降りるがいい。ウーブ、喋れるのか。いや、俺はそんな、まさか。二度も私を侮辱したな、ウーブ・ジャバジョよ。一度目は自らを罰し、誇りを保つことを許してやった。だが二度目は許さん。奴隷のように死に、ウナギの餌になれ。踊るとしよう。さあ踊れ。そこら中にトビウオは羽で飛ぶだろう。あいつらは海の中を泳ぐみたいに空を泳いでる。殺すたび次のが出てくる。お前だな、ウィッチャーの悪夢だろ。違う、これはただの日常だ。静かだ、何もない。怪しいな。俺の夢だな。俺は何も恐れないからな。
したとき小便を漏らしたではないか。3歳の話だ。それから何百回も証明した。お前の臆病さをな、みんなが知っているぞ。族長の息子ともあろうものが情けない、感動するべきだった。お前は幻だ、亡霊だ。父親の幻、お前が恐れるのは期待に応えられず失望させる。お前は父親を恐れている。俺は親父よりも強い戦士だ。ならば証明してみろ。どちらが強いか分かったか。ルゴス、もうやめろ。起きろ、ゲラルト。お前は借りを返した。もう自由の身だ。夢の洞窟で何があったか父親には話すか。もちろん話すさ。親父は怖くないからな。共に戦えたことを誇りに思うぞ。元気でな、ゲラルト。Thank you.